んにちは。あ、どうも。今日もどなたかお客様ですか？はい、大学時代の友人が。へえ、美味しくできるといいですね。はい。僕の名前は川村祐樹。北海道札幌でサラリーマンやってます。独身一人暮らし。自慢できるほどでもないんだけど、とにかく料理をすることが大好きだ。僕の住む北海道は新鮮な食材がとっても豊富で、わからないことがあれば北連ショップの桜井さんに尋ねるとすぐ解決する。先ほどショップで新鮮な道産玉ねぎを手に入れた。北海道の玉ねぎは身が締まっていてピリッと辛いのが特徴的。炒めると甘みが増し、すごく美味しいんだ。玉ねぎと豚肉でとても相性がいい。今日はこの秋に結婚する学生時代からの友人、健太とさゆりが来てくれた。いただきます。この玉ねぎほんとシャキシャキで美味しい。しかし勇気はこんなに美味しい料理作れるのにさ、未だ彼女もいないなんてね。メンツとしてたくさんいいとこあんのにね、え、例えばどんなところ？まず料理を作るのがうまいところ。はいはい、さゆりさん。美味しい料理を作れるところ。それって同じ意味じゃ。はい健太君。素晴らしい料理を作れるところ。いやだからそれ同じ。はい、グレートな料理。いや料理はもういいから。じゃあトレビアンな。フランス語も禁止。じゃあとっておきの一つ。お、せーの、料理が得意なところってそれしかないのかよ。とにかく相性ぴったりな2人、結婚おめでとう。ごちそうさまでした。だから料理はいいんだ。皆さんこんにちは、桜井です。僕の食卓へようこそ。第1話目をご覧いただきありがとうございます。こちらのコーナーではその回に出てくるメイン食材を私桜井が解説してまいります。第1回目の今日は、ゆうきくんが美味しそうに調理していた道産玉ねぎについて解説しますね。北海道は玉ねぎの収穫量が日本一。日本全国の生産量のうち約 65% が北海道産です。味や見た目など幅広い種類の玉ねぎを栽培しているんですよ。北海道の気候は日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいため良質な玉ねぎができるんです。サラダに向いている品種や加熱に向いている品種など、さまざまな種類があるので、調理方法を変え美味しい玉ねぎを味わってくださいね。今日ゆうきくんが作っていたお料理は番組ホームページでレシピを掲載しております。ぜひ参考にしてみてください。それでは僕の食卓へようこそ。第2話目もぜひ見てくださいね。桜井でした。